ガルピの肖像が1750年にベネツィアで制作、バルダッサーレ・ガルピはベネツィアの作曲家。とりわけ、オペラブッファの作曲家として著名である。ベネツィアのラグーにあるブラーの島に生まれたため、イルブラネロというあだ名がついた。最初のオペラの試作品、移り気な信頼、あるいは競い合う友人たちラフェーで寝るインコシタンザ、オッシアリ、アミーチリーバリーは、 客席から矢じり倒され上演が続かず、記録的な大失敗となった。その後、アントニオ・ロッティに音楽を学び、フィレンツェでチェンバロ奏者として活動した後ベネツィアに戻って、再びオペラ創作を試みる。今度のオペラセリア、ドリンダ・ドリンダは成功し、劇場におけるガルッピの活動の出発点となった。1740年に、旧品院の音楽監督に任命され、 1748年からは、聖マルコ大臣院の学団員として働き、1762年には、同寺院の学長に就任した。生涯のほとんどを、ベネツィアで過ごしたが、1741年から1743年まで、ロンドンで1765年から1768年まで、サンクトペテルブルクのエカチェリーナ大帝の宮廷にも、務めた。 ガルッピの最初のオペラブッファ、ブレンタの陶言語を得る。アルカデア・イン・ブレンタは、劇作家、カルロ・ゴルドーニとの最初の共同制作であり、これ以後、ゴルドーニとガルッピは、数多くのオペラを作り出している。それらのオペラは、非常に人気があり、1754年の田舎哲学者、イル・フィロスフォー・ディ・コンニアは、とりわけ成功を収めた。ゴルドニの曲、世界イルモンド・デラルナは、 あとに、ハイドンを筆頭に、多くの作曲家が曲付けしたが、最初に、これに作曲したのはガルッピである。ガルッピは後年、オペラ作曲の筆がいささか衰えた。オペラ作品以外では、たくさんのチェンバロ曲と、いくつかのオラトリオが目立っている。ガルッピは、当時のベネツィア楽団では、最も有名で、最も尊敬された人物であった。詩人のロバート・ブラウニングには、 ガルッピのトッカータと題する試作品がある。ビバルディの少なくとも二つの宗教曲は誤ってガルッピ作曲と伝えられてきた。他にもそのような作品があるに違いないとする音楽学者もいる。ロシア時代にドミトリー・ボルトニャンスキーらの門人を育てた。ありがとうございます。